日本語能力試験、スーパー模試、N4、N5。模擬テスト、N4、第1回、懲戒。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから、 話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。一番。駅前で男の人と女の人が話しています。女の人はどこに自転車を止めますかダメダメ。ここは駅の前だから。 自転車を止めないでくださいあ、ここダメなんですかじゃあ、どこに止めればいいですかここをまっすぐ行くと信号があるでしょそれを右に曲がると自転車を置くところがありますよあの、銀行の角ですかそう、銀行の隣ですああ、わかりましたありがとうございました 女の人はどこに自転車を止めますか 2>, ?2 番大学で女の学生と男の学生が話しています。2人はどこで昼ごはんを食べますか昼ごはんにしようよ。食堂に行こ。う。食堂は混んでいるから時間がかかるよ。 午後はテストだから僕昼休みに勉強しようと思ってるんだ。そうか。じゃあパンでも買ってきて外で食べようか。電気もいいし。でも食べながら勉強したいから教室にしようよ。今日のテストは難しいらしいから勉強しておいた方がいいよ。え、そうなのじゃあそうしよう。 二人はどこで昼ごはんを食べますか ?3 番男の人と女の人が引っ越しの準備をしています。男の人は箱に何を入れますかガラスのコップこの箱に入れるよ。ああコップは割れないように新聞紙で包まなくてはいけないから。 私がやるわそのままにしておいてそれよりそこの本を全部箱に入れてよでも全部入れると重すぎて運べないよそうねじゃあ半分だけにしてあとは何か軽いものを入れてそうだねじゃあセーターでも入れておこう男の人は 箱に何を入れますか。四番。家族の写真を撮っています。写真はどうなりましたか。では、お子さんは座って、お父さんとお母さんは、お子さんを真ん中にして、右と左に立ちましょうか。 うーん、ちょっと変ですね。お父さんは後ろに。お子さんとお母さんの間に立ってください。ああ、いいですね。では、撮りますよ。写真はどうなりましたか